皆さんお久しぶりです。ゆっくり霊夢ちゃんだよ。本当に久しぶりなんだぜ、ゆっくり魔理沙と。霊夢ちゃんの3人で今回はお届けしていくゆ。今回、私たちはどうしていきなり復活したんだ。うふ主さ、いつものように地声の撮影してたんだけど、マイクのスイッチを入れ忘れてたみたいだよ。そんな仕方ないからみたいな感じで私たちを呼び出すのやめてほしいよね。まあ、それでも久しぶりに出演できて私は嬉しいけどな。明日の分の撮影も失敗してるみたいなことを言ってたよ。お、それじゃあ明日も私たちが出演できるのか？それだね、トラウマ回復コースの審査をしないといけないから、ゆっくりの編集を2本分する時間はないみたいなんだよね。うふ主め許さんぞ。とっとき、まあうふ主のことは後で処分するとして、このコースの実況はしっかりやっていこうよ。先に進めば進むほど、あまたの出っていうたちが犠牲になっていくステージみたいだね。これ、動物愛護団体とかから苦情が来たりしないだろうな。出っていうは恐竜だよね。恐竜って爬虫類なんじゃないの？どうだったかな？私はあまり詳しくないからわからないや。卵から生まれるし、少なくとも哺乳類ではなさそうだよな。あ、でも卵から生まれる哺乳類もいるって聞いたことがあるよ。そこまで気にすることはないんじゃないかな。今までも散々乗り捨てとかしてきてるしね。なんて言ってる間に中間ポイントゲットしてたんだぜ。このコースをクリアするまでに一体あと何匹の絶景が犠牲になってしまうのかな。さあみんなで考えよう。考えねえよ。このコースかなり長そうだけど、中間ポイントもう一個あるのかな。私はだんだん絶景たちがかわいそうになってきたから、早くクリアして助けてあげたいんだぜ。あれ、でもマリサ昨日でっていうは非常食だって言ってなかったっけ？いざという時のためにて名付けてるとかなんとか。ちょ、お前らいい加減なこと言うんじゃないぞ。あはは、ごめんごめん。マリサをこうやっていじるのも久しぶりだったから、嬉しってついね。まったく、私は本来いじられキャラじゃないんだからな。いじられキャラって、本来は誰だったんだっけ？業務だよ。あれ、そうだったっけ？私が主にボケ担当で、私がツッコミの担当だったんだぜ。めたいこと言うけど、もう一人いじられ役が欲しいなっていうことで、ヨウムにも出演してもらうことになったんだよ。なるほどなるほど、この超絶天才美少女ヨウムちゃんなら、どんなことでも面白おかしくできるからね。ほら、そういう反応をヨウムはしてくれるから、ツッコミがいもあるんだよな。そのおかげで私の印象がちょっぴり薄くなっちゃったけどね。さて、いろいろ裏話をしてる間に結構コースも進んできてるんだぜ。難易度は結構優しめかな？普通か難しいのどちらかに入りそうな感じだよね。それでは土管にお邪魔します。そろそろ二つ目の中間ポイントが欲しいところなんだけどな。いやいや、さっき一つ目があったばかりだろ。そもそも二つ目があるのかどうかもわからないしね。どっちに行けばいいのかわからないから、とりあえず上に進んでいく。右の方にあった蓋も気になるけどな。お、扉発見、正解かな？それではお邪魔します。うわ落ちる、外れか吉祥名。いや、床はちゃんとあったみたいだな。またまたどっちに行けばいいのかわからないね。右に最後の赤コイン発見。とりあえず扉の中に入ってみるしかなさそうだな。この下の扉だよね、繋がってるのは。私は視聴者の皆さんともっと繋がっていたいよ。露骨な好感度稼ぎをするんじゃない。このコースで初めてでっていうに乗れたね。このまま最後まで一緒にゴールできるといいね。ここはトゲメットでブラックパックンを倒せばいいのかな。あ、あれ、こいつはどうやって倒せばいいんだろう。どこかにパウブロックでもあるんじゃないのか。今、乗り捨てする前に左側にパウブロックあったよ。それじゃ、戻ってくるまで少しカット。はい、戻ってきました。左右にいるバブルを食べて、ゴム兵に当ててやればいいみたいなんだぜ。残りあと2匹の鉄兵を犠牲にすれば、マリオだけは助かるっていうことだね。ヨウムさん、くるくるくるチャンネルの好感度がさらに下がるようなことを言わないでください。最後に華麗に乗り捨てを決めて、ゴールなんだぜ。レイム、このコースはどうだった？面白かったよ。次の進行方向を示すものが何かあると、もっと良かったかな？それでは今回はこの辺りで終わらせていただきます。ゆっくりもパート100まではぼちぼちやっていくからね。チャンネル登録忘れずにね。次回は、あなたのコースにくるくるくるでち。今日も、ご視聴、ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と、高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うふ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。